ジープ・チェロキー。ジープ・チェロキーは、アメリカン・モーターズが1983年に発表した新世代4輪駆動車で、既存のエンジン以外は、すべてゼロから開発した、本格44スポーツワゴである。仙台やピックアップ時の多くの SUV とは、異なり、ラダーフレームを持たない、ユニボディと呼ばれる、モノコックボディで登場した。それまでのジープにはないコンパクトで、 スタイリッシュなクロスオーバー SUV であるが、ジープとしての決闘を濃く受け継ぎ、高いアクロ走破性を備えた、クロスカントリーカーでもある。パリダカ出走のパジェロが、火付け役となり、日本で1980年代後半から始まった、クロカン4クブームの中にあって、1990年代中盤から4リットル、実記録の、ハイパワーエンジンを得た、XJ は、 価格も300円を切り、若者でも手の届く輸入 RV としてヒットした。XJ はジープ・チェロキーの形式名ではなく、開発コード、またはその後も、一般的に使用されるシリーズ名で、コードが同じものは、社名が異なっていても、共通のハードウェアを持つ。1970年代の末、アメリカン・モーターズ以下 ANC は、オイルショックの煽りを受け、 販売が低調だったフルサイズの SJ と呼ばれたとに対してデコ入れを迫られた。ANC は1984年に向けた XJ チェロキー以下 XJ の開発に2億5000万ドルを投じた。XJ の天に秘められたものがあるのなら社運をかけた試験的プロジェクトだったとも取れる。1979年当時、 ANC の株式の46.1%を取得していたのはフランスのルノーであり、XJ 開発に及ぼす影響力もまた大きかった。これはアメリカ生まれの XJ がサイズやスタイリングにユーロテイストを持つゆえんとなっており、事実発表後、フランスをはじめとした欧州各国での XJ の人気は高いものがあった。チェロキーに比べ、 長さで 530mm、幅で 150mm、高さで 100mm 小さく、重量も約 450kg 軽いという、コンパクトサイズだった。ボディは、フレーム構造を取らず、モノコック、ユニフレーム式となった。SJ と同様、XJ でもワゴニアは4ドアのみ、チェロキーには2ドアと4ドアが用意された。エンジンは、自社製、直列四気筒がメインで、 g m 製2 8 l v 6も選べた。この時期4エンジンはパワー不足で不評であり、より高出力のパワーユニットの搭載が待たれた。トランスファーには、セレクトラック 4WD、もしくはコマンドトラック 4WD が搭載された。どちらも ANC 独自のユニークな4輪、駆動システムである。1983年9月カリフォルニア州、ボレゴスプリングスにおいて、 プレス発表が行われた。ボレゴスプリングスは、アンザボレゴ砂漠州立公園内にある町で、その近傍で、プレス関係者に、岩とサボテンばかりの砂漠を試乗させた。この全く新しい XJ チェロキー、ワゴニアスポーツワゴンは、市の、アンザボレゴを、時速 120km で、走行可能な本格オフロードワゴンとする記事をはじめ、 欧米の自動車評論家の間で絶賛され、1984年には自動車専門誌3誌から44オブザイヤーを受賞した。スタイリッシュなボディからは想像し難いが、足回りはフロントがコイルスプリングプラス3リンク、リアがリーフスプリングにつられた、前後ともリジットアクセルでジープの名に恥じないクロスカントリーカーである。この申請。 XJ の日本への輸入は1985年3月頃から近鉄芝浦自動車整備、後に近鉄モータースに吸収あるいはジープジャパンによって行われた。エンジンは V6 に E.8 リットル、AT モデルのコマンドトラックしか輸入されなかったが、4輪、駆動車専門イ4ォ4マガジン第8406号にて試した。紹介記事によれば、今までの駆からすれば、 大変な意欲作。何ら新技術のないシンプルであるが、絶妙なバランスと、辛口ながらも、期待の込められたコメントがなされた。1987年、XJ に大きな変更が加えられる。今までパワー不足を否めなかった時期4と V6 エンジンにとって変わるべく、CJUG に搭載された4 2リッター時期6を4 0リッターへ縮小し、 改良を加えた ANC 製エンジンが搭載される。3928cc の排気量と9.2という、この手のエンジンとしては、高い圧縮比から175馬力と 30.4kgm のトルクを発生するパワフルなものになる。同様に4、4ォ4マガジン第8705号の記事では、価格が割安といってもそれはあくまでも輸入車としての話である。 燃費も排気量の割にはと正しがきをつけなければならないで、あろうが、私たちの周りの国産 4X4 の乗用車化がトラックにいろいろと詰め込むことに過ぎないのに対して、今やあらゆる日本のメーカーよりも弱小な ANC がやっているのが、ジープを乗用車のようにするという相反する条件を満たす難しい作業であり、その成果がこのチェロキーなのである。 高い、安いとは、少々次元が違うとの評価を受けた。1993年モデルより、主に郵便周配用として、本国で、業務用として生産されていた右ハンドルモデル、運転手自身が頻繁に乗り降りする周配では、歩道側に面している右ハンドルの方が、効率的な他、受注生産されていたをもとにして、主に日本市場向けに、右ハンドル車を投入。 これはアメリカ製自動車の正規輸入モデルとしては戦後初である。これをきっかけにそれまでの中立付近の遊びがはだしく大きく、全時代的であったステアフィールが大幅に改善されている。販売面では車種を4ドアの一部グレードに絞り、さらに本ン系ディーラーを販売ネットワークに加えたことと1994年モデルから 車両本体価格が300万円を切るグレードとして、スポーツを投入したことで、大きなヒットとなる。1991年より採用されていた、新エンジンは190馬力を発生しており、カーグラフィック市1995年6月号の記事、上級クロスカントリー 4WD の比較テストにおいて、1.6トンという、このクラスでは桁外れに軽いモノコックボディだから、 0から400メートル、17.0秒という、スポーティーセダン化オマけの加速力を誇っているのだと、評された。さらに、オフローダー一族にくくっては、もったいないほど優れたハンドリングを見せたチェロキー。スポーツというグレード名がそのものズバリ。波の FWD サルーにより、はるかに楽しく、しかも早くコーナーを駆け抜けることができるとし、オフロードの走破性のみならずオンロードでの、 ハンドリングにも一定の評価を得ている。また、フォーマガジン誌の当時の編集長である、石川祐一による総評では、チェロキーはコンパクトで軽いので、日常の足としても、オフローダーとしても優れた 4X4 だ。ボクシーで、都会的なスタイルは10年前のものとは思えず、今後も飽きられないだろうとコメントされた。1994年モデルは、ベージュ内装になっている。 1995年モデルの外販色で設定されたアクアブルーは日本ではこの年のみの販売となり、希少色となっている。1997年、三角窓を廃止、フロントエンドとバックドアを変更する、やや丸みを帯びたスタイルへのフェースリフトが行われる。その後、2001年まで生産され、次の世代のモデルである、キロジュールチェロキーへとバトンタッチする。 各モデルの形式は、日本の運輸省、後の国交省による認定形式で、ハイフン、タイ以前は排出が好き性的公式別記号。ジープの場合、車台番号にこの文字は入らない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。